韓国、早くも崖っぷち前半終えガーナに2点リード許す W 杯カタール大会。28日サッカー W 杯カタール大会1次リーグ H 組韓国、ガーナ、アルライアン。韓国が前半でガーナに2点のリードを許した。初戦のウルグアイ戦に引き分けて勝ち点1で迎えた第2戦は、前半24分と34分に立て続けに失点。1次リーグ突破に向けて厳しい状況に追い込まれ、後半を迎える。第3戦でポルトガル戦が控える韓国は絶対に勝利が欲しい一戦。開始から押し気味に試合を進めていた韓国だったが、一瞬の隙を突かれてしまう。前半24分、セットプレーの混戦からサリス、サウサンプトンに押し込まれて先制を許す。これで勢いに乗ったガーナが畳みかける。同34分に左サイドのアーリークロスに2列目から崩す、アヤックスが飛び込み、頭で合わせて追加点を挙げた。韓国は頼みの FW 孫興民、孫奮民も前半は沈黙。後半は、チームを勇気づける主将の得点が求められる。1次リーグ H 組は、勝ち点3のポルトガルと同1のウルグアイが29日午前4時から対戦。韓国はポルトガルとの最終戦が控えている。12年ぶり決勝トーナメント進出目指す韓国、前半だけでガーナに2失点、アジア勢最多の W 杯7勝目ピンチ。カタール W 杯1次リーグ H 組韓国、ガーナ28日エデュケーションシティ競技場。ガルラヤン28日イコールスポーツ報知 W 杯取材班。初戦で強豪、ウルグアイとスコアレスドローだった世界ランク28位の韓国がポルトガルに 2-3 で惜敗した世界ランク61位のガーナとのサバイバルマッチに臨んだ。2大会連続の1次リーグ敗退に終わっていたアジアの虎はガーナに徹底的に左サイドを狙われた。前半24分に与えたゴール左前の FK から DF サリスのゴールで1点を先制されると、34分にも左サイドを崩され、MF クドゥスのゴールで2点目を奪われ、前半だけで2失点の苦しい展開に。頼みの大黒柱、昨季のプレミアリーグ得点王、孫奮民も3人がかりの徹底マークに遭い、チャンスを作れないまま、前半終了のホイッスルが鳴った。韓国は勝てば、日本を抜いて W 杯アジア勢最多の7勝目、W 杯の同一大会アジア勢最多となる1次リーグ5勝目など様々な記録がかかっている。H 組の日程、下向き黒三角11月24日、ポルトガル3月2日ガーナ、韓国0-0ウルグアイ、下向き黒三角11月28日、